人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、渡辺くるぶしです。今回はスーパーファミコンのゲーム機動戦士ガンダムクロスディメンション、続きをプレイしていきたいと思います。装備ですね、確認しましょう。アムロはレベル9まで来てます。カイのガンキャノンもレベル6まで達してますね。ハヤトのガンタンクはまだレベル2ですが、まあ、ちょっとなかなかガンタンクの使うシーンがなくてですね、レベリングができていないという状況です。そうか、前回まではですね、竜とハヤトがガンタンク乗ってたんですけど、今回からガンタンクはハヤトだけになったようですね。コアファイターに竜が乗ってるのかな。お、ここにはランバラルのグフがいますね。さあ、ではちょっとマップを見渡してみて、特に障害物とかなさそうなので、このまままずはアムロを先行させます。いきなり切ってくるな。何？ミスった。強い。さらに射撃でも攻撃仕掛けてくるのか。なんか思ったより苦戦しそうな感じがするな。こういう時こそタンクの165ミリ砲をお見舞いしましょう。28か。
まあ、ちょっと正直言うともうちょっとダメージは欲しいかなって感じはしますけどね。アムロのガンダムは一旦下げましょう。まあ対ランバラル戦の切り札になると思うので、ここでちょっと消耗したくないですよね。うわ、切られた。ちなみにですね、カイのビームライフルもなかなか強力なので、使っていきます。この際ちょっとガンタンクはしょうがないですね。早速やられたか。何、接近された。やるな。ここはピンポイント攻撃で射撃を2回当てて撃破。うん、強い強い、全然強い。敵の数にもよりますけど、ちょっとこのままだと自利品でアムロのガンダムがランバラル戦の前にだいぶダメージを取られてしまいそうですね。ちょっと幸いギャラップのこの援護射撃は当たってはないですけど、当たったらどれくらいダメージ食らうのか、結構迫ってきてるな。あんまりなんか前に進まない方が良さそうな、そんな気配すらしますね。ここもちょっと早く回のピンポイント射撃で葬り去りましょう。切られたか。とどめはアムロで刺す。ではちょっとランバラルがいるところまで移動していきます。だいぶアムロがダメージを食らってるな。このままランバラル戦に入って大丈夫なのかな。ちょっと後手に回ってる。これこのまま攻撃すると死ぬな。一旦カイのピンポイント攻撃で退けたいけど、どうかな。残っちゃったか。やられた。ちょっと戻ってきます。強い。戻ってきました。アムロのレベルようやく1上がっただけなので結構きついかな。格闘戦が結構きついので、まあ、ダメージを持ってかれるという意味できついので、ちょっと今回はディフェンスの方にパラメーター振ってみました。これでちょっとランバラルまでたどり着けるか進んでみたいと思います。できればランバラルここで仕留め切りたいなと思うんですけどね。レベル上げもなかなかレベルが上がらなくなってきている、レベルが上がりづらくなってきているって言ったらいいのかな、まあ、そういう状態なのでここで決めきる感じでいきたいですね。まあ、ちなみにですね、
ハヤトのガンタンクは早々にやはり接近戦に持ち込まれて撃破されてしまいました。さあ、あらかた敵は撃破したので次のマップへと移動していきましょう。ここでカイもやられた。あとアムロだけか。いやー、なかなかしんどくなってきたわ。もうちょっとレベルを上げとかないと倒せないのかもしれないですね。ザクマシンガンってこんなに攻撃切りのレンジがあるのか。いや、なかなかきついわ。お、ランバラールが来た。ついにランバラールにやってきましたね。これがガルマ様をやったもん。連邦のモビルスーツかと言ってきたんですけど、一撃で去ってたのか。こっちにはですね、実はハモンのギャロップが待機してたので、ちょっとギャロップに近寄って攻撃してみましょうか。結構ね、食らうんですよね。4回攻撃食らう。格闘は入れられなそうだな、今の感じだと。となると、ピンポイント攻撃を仕掛けてみましょうか。いや、結構食らうな。しかもダメージ当ててるのかどうかも、ちょっとわかんないな、これ。当ててるんだろうか。ちょっとノーマル攻撃もあってみよう。なんかダメージが入ってる感じがしないので、逃走したランバラルをちょっと追いかけましょう。じゃないとなんか、ダメそう。またやられた。ちょっともう一度やり直して戻ってきます。うわ、すげえ。ランバラル戦まで戻ってきたんですけど、さすがランバラルだな。まあ、ただランバラルは一撃与えるとなんかこんな感じでどっかに飛んでいくので、まあダメージはもらいましたけど、しょうがないですね。さあ、飛んできたランバラルを発見しました。ここで決める。生き残っていたハヤトがここでやられてしまった。今回はですね、ハヤトなんとか生き残ってたんですけど、ここで死に絶えましたね。ちょっと距離届かないよな。ここはランバラルに備えてここで待機しましょう。あ、この距離で近寄ってくるのが強いな。この二段攻撃が強いんですよね。ミスったか、しかも一回一回離れていくのがまた厄介だな。エネルギーをここで消耗してしまうので、倒した。いやー、きつかったな。そしたらハモンさんのいるギャロップのところに戻ってみましょう。こいつ、さっきまでは特にこういうセリフ明けはなかったんですけど、ここで竜が死ぬパターンか。ちょっと原作とは違うスピード展開ですけど、
ルイはここでギャロップを止めるために死亡だな。何これ死ぬんじゃないか。うわっていうことで死んだ。マジか。いやーなかなかしんどいな。ちょっとまた戻っていきましょう。ギャロップが倒せない。さあ竜が死ぬところまで戻ってきました。この後ギャロップが竜の攻撃というかね、まあ捨て身の体当たりで大破するんですけど、その後もギャロップが生きててですね、そのギャロップに攻撃を食らって瀕死だったガンダムのアムロが撃破されて終わってしまったのが前回だったので、今回はアムロ少し温存してあります。なので多少ダメージを受けても問題はないかなと思うんですが、いかんせんこのギャロップにダメージが通ってるのか通っていないのかちょっとはっきりわからない部分もあってですね、ちょっとこの後の展開は要注意なのかなと思ってます。ダメージは取ってるような気がするんですけどね。ただダメージのポイントが出てないのがちょっと気になるんですよね。倒したかな。倒せましたね。はい、ちょっとだいぶ苦戦しましたが、ランバラル特攻攻略完了です。